に追いつきました。なおも俊足の松本です。まあ、間を抜ければさよならという場面ですね。はい、だからいやもう後ろですよね。はい、今日はまだヒットがありません、ロペス。もしこのロペスにサヨナラヒット、ホームランということになりますと、来日初のサヨナラということになります。2対2の同点に追いつきましたジャイアンツ。安藤としてはとにかくもうここで抑えて、うん、まあそうですよね、延長戦にというところですね。はい、ワンアウトランナー一塁、ランナーを警戒します。9回まで投げてきましたエースの能見、土壇場でジャイアンツに同点に追いつかれました。わずかに右でした。これねやっぱり盛り上がる打球ですよね。そうですね、はい、ですね、今のはね。足でプレッシャーをかけてくるファーストランナーの松本です。ワンボールワンストライク。もう一度牽制球を送ります。この場面でジャイアンツベンチが動いてくることというのは篠田さん考えられますか？いや、あまりないと思いますけどね。まあ、あるんだったらやっぱり盗塁させる、カウントによってはね、はい、ランナースタート、アートボールをこぼしている。松本がセカンドに達しました。そして今原監督が出てきて、ロペスのも、いや、球審に何か声をかけました。今低かったんでね、はい、あの球審はストライクと。あ、なるほど、その、はい、ストライクボールの判定についてですか。はい、そうです、そうです。今日は再三原監督がベンチを飛び出すというシーンも見られています。土壇場で同点に追いつきましたジャイアンツです。さあセカンドにランナーが進みました。ヒット1本でというところ、外野陣も一気に前に出てきます。そうですね、外野も当然前ですよね。はい、セカンドランナーは俊足の松本哲也です。追い込まれているロペスですが、ワンボールツーストライク。止めたバットに当たりました。サヨナラとなればロペスにとっては来日初です。その瞬間にジャイアンツのこのカード3連勝が決まります。能見の後を受けました安藤。ワンボールツーストライク。一のセカンドの西岡が牽制に備えてセカンドに行きました。松本が走ってきました。
足でチャンスを広げたジャイアンツです。なおも畳みかけていくことができるか。ワンボールツーストライク。ファウルボールです。このあたりもロペスのバットコントロール非常にうまいですからね。うん、まあ、ちょっとこう2試合くらいね、はい、やっぱり状態良くないですよね。ちょっと気になるのがね、はい、この右、脇からベルトのこのあたりですか、はい、この辺り左の方ですか、左の方です、はい、これをボールを呼び込むためにある程度こうねじれが